皆さんは BTS のステージを見るとき、自分の推しだけに注目してみたことはありますか？ K-POP アイドルはカムバックをすると、多数の音楽番組に出演し、新曲を披露します。テレビで放送されるステージは、グループの魅力を最大限に映し出し、圧巻のパフォーマンスとなっています。ですが、メンバー全員にフォーカスを当てるため、一人一人の魅力が伝わりきらないのも事実です。そこで誕生したのが、チッケムです。チッケムとは、個人にフォーカスを当てた動画のことで、全身が映し出されるため、ダンスの凄さはもちろん、表情管理まで逃すことなく見ることができます。今まで様々な快挙を達成してきた BTS ですが、チッケムでもその凄さを発揮しています。その中でもテテのチッケムがたびたび話題となり、たくさんのアーミーを虜にしています。そこで今回は、BTS テテが音楽番組で披露した最強のパフォーマンスと、そのパフォーマンスが注目を集める理由についてご紹介します。今や音楽番組の定番となったチッケムですが、個人にフォーカスを当てた動画であるため、話題性や実力があるメンバーの再生回数が高くなる傾向があり、人気のバロメーターとも言えます。そんなチッケムですが、BTS の中でも特に再生回数が多く、人気を誇っているのがテテです。テテのチッケムは、再生回数1000万回を突破したものもあり、注目度の高さがわかります。2021年7月に BTS の公式 YouTube チャンネル Bantan TV にアメリカ Sirius XM ヒットワンでのパフォーマンス映像が公開されるとテテのチッケム再生回数は1600万回を超える記録となりました。バターとダイナマイトを披露し話題となりましたが特に注目を集めたのはテテ。当時テテはプードルのような可愛らしいパーマヘアをしており完璧な表情管理と最高すぎるビジュアルにアーミーからは称賛の声が上がりました。他にも2020年2月27日に M カウントダウンに出演しオンを披露した BTS。 この日テテは顔と首元にフェイクタトゥーをしており目を引く印象的なデザインとテテの色気が倍増され話題となりました。チッケムの再生回数は2200万回を突破し人気を集めています。2018年8月30日に出演した M カウントダウンのアイドルのステージではピンクの髪色と華やかな衣装で登場したテテですが当時のチッケムも1000万回以上の再生回数を誇っています。このように多くのチッケムで凄まじい記録を作り上げるテテですがその中でも特に異例の再生回数を誇っているのが2019年4月25日に出演した M カウントダウンのパフォーマンスのチッケムです。 BTS はこの日番組にてボーイウィズラブのパフォーマンスを披露しました。圧倒的なパフォーマンスとカリスマ性を発揮し注目を集めた BTS。その中でもテテはいつも以上にステージを楽しんでいる様子を見せました。曲が始まるとニコニコな笑顔を見せたかと思えば鋭い眼差しに変わりクールな表情を見せ歌詞に合わせ悲しそうな顔や泣き真似まで表情管理に磨きがかかります。さらに観覧席にいるアーミーに微笑みかけたりアイコンタクトを送るなど積極的にコミュニケーションも図りながら完璧なパフォーマンスを披露したのです。その様子がアーミーの心をつかんだのか、なんとこの時のチッケムは現在驚異の1億4000万回を突破しています。特別に話題を集めるミュージックビデオでも1億回を超えることはたやすいことではありませんが、個人のチッケムで1億回を突破してしまうテテには、アーミーからもさすがすぎて何も言えない、この時のテテは本当に最強だった、チッケムの歴史上超えることはできない神動画と、感嘆と称賛の声が寄せられています。ちなみに、ボーイウィズラブのチッケムのテテの再生回数は、歴代 K-POP 密着カメラ最高再生回数となっており、テテは、チッケムの帝王の名声を手にしています。最優秀ポップデュオ、グループパフォーマンス賞にノミネートされ、アメリカのラスベガスで行われたグラミー賞の授賞式に参加した BTS。名だたるアーティストたちを前に大ヒット曲「バター」を披露しました。当時 BTS はジョングクと J-HOPE が直前に新型コロナに感染、ジンが左手を負傷し手術を受けたことを発表するなど授賞式への参加が懸念されていました。
そんなアーミーの心配を払拭するかのように、BTS は完成度の高い圧巻のパフォーマンスを披露し、世界中のアーミーだけでなく、会場にいたトップアーティストたちをも魅了し、スタンディングオベーションが起こりました。黒いスーツを着こなし、スパイ映画のような演出を披露した BTS。トム・クルーズやジェームズ・ボンドを彷彿とさせる BTS の姿に、目を奪われたアーミーも多かったのではないでしょうか。様々な名シーンを誕生させた BTS のパフォーマンスでしたが、その中でも特に注目を浴びたのは、テテの登場シーンです。スポットライトとカメラが向けられると、そこにはなんとシンガーソングライターのオリビア・ロドリゴと談笑するテテが登場。オリビアをセクシーな視線で見つめ、耳元で囁くような演技をするテテのパフォーマンスには、世界中のテテファンが悲鳴を上げたことでしょう。このシーンを見たアーミーからは、テテが歌姫とセクシーな演技をしている、嬉しいけど複雑すぎる。テテが最高すぎる、やっぱりテテはファンを裏切らない。何をしても最高なテテ、今日は今までの最高が更新された、と抑えられない興奮を語るコメントが寄せられていました。このシーンは SNS で一気に拡散され、グラミーのハイライトとしても注目されましたが、実はこのシーンの成功の秘訣は、テテの社交性に隠されていると言われています。テテはコミュニケーションスキルが高く、誰とでもすぐに仲良くなることでも有名です。そのため、テテは BTS メンバーと比べても、友達が多く、さらに他業種の知り合いも多数いることでも知られています。テテは英語があまり得意ではないため、グラミーのオリビアとのパフォーマンスでは、一切会話をせずに行ったと、後にビハインドを語っていました。しかし、言葉を交わさなくても相手と親密になれる能力は、まさにテテの社交家な一面を物語っていると言えますね。BTS は、2022年のグラミー賞で、賞を受賞することはできませんでしたが、バターのステージでは高い評価を得ました。アメリカの音楽雑誌ローリングストーンは歴史上最も偉大なグラミー賞の公演25を選定し、 BTS のバターのステージを13位に選定しています。コロナ感染によりメンバーが揃って練習できたのは前日のリハーサルのみで、ダンスリーダーの J-HOPE が不在のため、ジミンはとても大変だったと言っていました。ジンは怪我の影響により一部のパフォーマンスに参加できませんでしたが、誰かが欠けても補い合い、圧巻のステージを見せた BTS の結束力が評価されたと言えるでしょう。ステージの上ではカリスマ性を発揮し、見る人を虜にしてしまうテテですが、可愛らしい姿や謎の行動をとることでも有名で、世界中のアーミーから愛されている理由の一つになっています。様々なステージに立ち、緊張した様子を感じさせず、どんなハプニングもクールに対応してきたテテですが、あるミスによりメンバーを大爆笑させました。それを見たアーミーからも、テテは音楽番組のステージを降りても最高、音楽番組に出ているだけなのにどうしてこんなに最高なの、と称賛の声が寄せられました。一体テテはどんなミスをしてしまったのでしょうか。2020年3月6日、 BTS は韓国の人気音楽番組ミュージックバンクに出演し、新曲オンを披露しました。大人数のバックダンサーと広いステージを有効活用し、まるで映画のようなパフォーマンスでアーミーの心を掌握した BTS。 特にテテがサビ部分でセンターを務めるダンスパフォーマンスは、力強くキレキレながらも滑らかなダンスで話題になりましたよね。そんな完璧なステージを披露した BTS は、音楽番組ならではの MC とのインタビューコーナーに出演します。そこで BTS は、新曲に込めた思いやビハインドを話し、楽曲の魅力を視聴者に伝えました。メンバーがそれぞれ、アーミーへの感謝の気持ちや、番組に出た感想などを語る中、最後を飾る重要なコメントを担当したのがテテでした。ミュージックバンクには、アーティストや MC の掛け声があり、チョグンマンキダリオ、少し待っててね。と、最後に視聴者へ呼びかけるのが定番になっています。しかしテテは、僕らのステージがもうすぐ始まります。見逃さないでくださいね。とコメントした後、痛恨のミスをします。通常であれば、テテがチョグンマンと言った後に、全員で、キダリオ、と声を上げるのが定番の流れです。しかし、テテは緊張していたのか少し言葉に詰まると、キダリオ、キダリオ、と言ってしまったのです。
思わぬ手でのミスにメンバーは大爆笑。今まで仕事モードで受け答えをしていたメンバーが全員爆笑で崩れ落ち、 MC も驚く様子を見せました。この手でのミスは BTS の中でも印象的だったようで、番組放送後に行われた V ライブではメンバーが手に木田亮やってよと催促する様子も確認されています。他局のラジオ番組に出演した際にはスタッフから木田亮の発言を期待されるほど有名となりました。音楽番組のステージを降りても伝説を作り続けるテテに、アーミーも、テテは可愛すぎて最強、すべてが天才的すぎる、と称賛の声を送っています。どんな時でも自身の魅力で人々を引き込むテテは、最強のアイドルと言っても過言ではありません。表情管理や即興の目を引くパフォーマンスが人気を呼んでいるテテのパフォーマンスですが、彼の凄さを語っているのはアーミーだけではありません。音楽番組を担当しているプロデューサーやスタッフも、テテのパフォーマンスやチッケムを撮影するカメラへの対応がうまいと称賛の声を上げています。2021年11月18日、Mnet の公式 YouTube チャンネルでは、韓国の授賞式ママのオリジナルコンテンツとして、BTS のステージを現場スタッフが振り返るインタビューが公開されました。動画は、ママで BTS のステージを担当してきたチョ・ヘミプロデューサーが登場し、舞台のビハインドが語られました。そこでは、舞台を構成する際の工夫とともに、テテのあるエピソードが登場します。2020年のままでは、異次元のような不思議な空間がたちまち VR に変わり、色とりどりに変化するステージでダイナマイトを熱唱した BTS。エンディングでは、テテが自身のサングラスを外し、カメラを見つめるシーンが大きな反響を呼びましたよね。実はこのシーン、もともと計画されていた動きではなかったのだそうです。ママのパフォーマンス収録をした後、テテは一人プロデューサーの元を訪れ、僕が最後に映るシーンでサングラスを取ってカメラを見たら、かっこいいと思います。と提案したそうです。テテの提案により、プロデューサーはもう一度撮影を行うことを決め、カメラを回し始めました。すると実際にテテのシーンは以前よりも一層かっこいいシーンとなり、テテの狙い通り、アーミーの間でも注目を集める場面になったそうです。視聴者の気持ちをしっかりと理解し、自分の意見として取り入れるテテには、アーミーからも、プロフェッショナル、さすがすぎる、との声が届いています。さらに、2022年3月4日に CJ-ENM チャンネルで公開されたインタビューには、人気コンテンツ、M2 のリレーダンスやチッケム、カムバックショーを担当するプロデューサーが登場。たくさんの K-POP アイドルと仕事をしてきたスタッフとして、様々な質問に答える中で、チッケムのカメラを一番上手に見つけるアイドルは？という質問が投げかけられました。そこで、チッケムプロデューサーが名前を挙げたのが、BTS のテテだったのです。テテはカメラを素早く見つけると、手を振ってアピールしてくれることもあるのだとか。プロデューサーの立場としても、テテのカリスマ性や魅力、さらにプロフェッショナルなパフォーマンスは格別なのだそうです。今回は、BTS テテの最強パフォーマンスについてご紹介しました。ダンスのレベルの高さはもちろん、テテの人柄もにじみ出たパフォーマンスとなっていましたね。ソロ活動に専念することを発表した BTS。音楽番組への出演は減っていますが、モデルとして雑誌の表紙を飾ったり、ラジオ番組に出演し、癒しボイスを届けるなど、多方面でもその魅力を解放しているテテ。以前からミックステープを制作し、アーミーに公開したいと語っていたので、音楽での活動も楽しみですね。他にも、皆さんが知っている BTS やテテのエピソードがありましたら、ぜひコメントで教えてくださいね。それでは次の動画もお楽しみ。ボラヘイ。